ケーキやスコーンにサンドイッチ、おいしいスイーツや軽食を、いい香りの紅茶と楽しむアフタヌーンティー、イギリス発祥の習慣です。ホテルやカフェなどでアフタヌーンティーを楽しむ活動がヌン活と呼ばれ、 SNS にはたくさんの写真が投稿されています。もともと喫茶店をやってみたいなっていう憧れがあって、で紅茶が大好きっていうところから、ちょうどあ、じゃあアフタヌーンティーいいんじゃないかなっていうことで、この店をやろうかなというふうに思いました。長野市豊野町にある茶亭森の明かり、とっても仲良しなこちらの夫婦が経営しています。週末だけ特別なひとときを過ごせるアフタヌーンティーのセットを提供しています。3段のティースタンドにはスイーツやサンドイッチなどおよそ10種類も。3ヶ月ごと、メニューが変わっていくっていうようなスタイルを取らさせていただいています。季節ごとにこう美味しいフルーツも違いますし、せっかくですからこういつ来ても楽しめるような形で、3ヶ月ごと、年つまり4回ですけど変わっていくように工夫をしています。玉ねぎ、ベーコン、しめじを炒めて、ほうれん草や卵と合わせ、今焼き上がりました、今月一押しのキッシュになります。すごく美味しかったです。サクサクの部分と柔らかい部分があって美味しかったです。前田さんは大の紅茶好き。茶摘みから紅茶ができるまでを1年間学び、資格も取りました。香りがこうアロマというか、すごく癒されるし、日本人は飲みやすいと思うんですよね。癒されたとか、ホッとするとか、ラグジュアリーな気分を味わえたというお声を今まで来たお客様からいただいているので、非日常のこの空間を味わっていただけたらなと思って、私たちもできる限りの努力をこれからもしてまいりたいと思います。